オゼキライアンゆうだいおぜきらいあんは、アメリカ合衆国サンディエゴ出身のバスケットボール指導者。2012年に、b j リーグ、大分ヒートデビルズのチームマネージャーとなり以来、プロ業界で働く。2013年から2015年は、大分のバスケットボールスクールコーチ。2015から16シーズンは当時、NBL の熊本ボルターズで、育成部門コーチ。 2016から17シーズンは当時 B2 の鹿児島レブナイズで通訳兼マネージャーで2017年2月からシーズン終了までアシスタントコーチも兼任2017年7月にはパスラボ山形はエヴァンズへヘッドコーチとして移籍2017から18シーズンの山形はジョセフ・クックがクラブ内でヘッドコーチより上位の役職である エグゼクティブコーチとして指揮を取っていたが、2018年3月26日にクックが解任されて、以降は、尾関と石川祐一アシスタントコーチの2人体制で山形の指揮を取った。2018から19シーズンは山形のバスケットボールアカデミーコーチ。2019から20シーズンは愛媛オレンジバイキングスにてアシスタントコーチ兼通訳を務めた。 2020から21シーズンは山形にアシスタントコーチとして復帰。ありがとうございます。